よいしょ。こちら。いやみんなありがとう。ちょっとネクション切り替えと。ありがとう。こちらありがとう。え？二割。二割。すいません。いやいや。ホームで走ったもん。ホーム、いや、まあ、やっちゃったなと思いましたよ。でも信頼するしかないなと思う。もう何もできないから。よく行っちゃうな、このコースも。いや、もう少しでもいなかった。どうするの？コース終わってから。よかった。絶対絶命と。いや、でも思いましたけど。いや、ダメかなと思ったけど。でも最後はもうなんていうのかな、勝ち負けよりも信頼するしかないなっていう、そっちの方が大事で。もう近藤と心中というか、もうその中でやるしかないなって思ったところが、まあ、近藤もやっぱり多分本来の調子ではないと思うけど、多分この地元といろんな意味が重なって力以上も出たのかもしれないですね。あと、あとなんか俺もレース展開見えなかったけど、あの中段がなんか離れてたみたいだったよね。それがなんか功を奏して、まあ、あの近藤の展開になったというか、我々の展開になったっていうのは、なんかまあ神様いたなっていうような、いやもう俺のコースじゃないって孫さんに言われましたけど千葉記念しかやらないみたいな、うん、まあ、でもちょ、よかったですね、もう本当に。もう私もお客さんも走る前から300勝300勝って言ってくれてるし、もう久々にあんだけの拍手いただいて、もう本当に、ただまあ本当にいつも言うようにここが終わりじゃないから、明日がやっぱ勝負なんでね。このやっぱ20勝ち上がりでここで近藤と結果出せたんでね、次につながってくればと。昨日はもうみんなしてダメだったんで、今日こそはっていう感じだったんで、まあ、気引き締めてまた明日以降頑張ります。今日の中じゃ藤沢さんも、いや、いやいや、でも本当ありがたいですよね。本当にもういろんな人も、いろんな人がなんかこうライバルすら応援してくれてるような、ありがたいですよね、本当に、はあ、本当に、ありがとうございます。あ、いい顔。